今日は気持ちよくスパイクを打っていた印象がありましたが、ご自身振り返っていかがでしょうか。今日デンソヤリービーズとしてはすごいつなぎっていう部分がすごいできていて、最後ハイセットまで自分が打ち切れるところまで持ってきてくれていたので、そこは自分がもっと決めていかないとなっていう気持ちで打っていました。今日は2セット目相手にちょっと一気に流れを持っていかれそうになりましたけれども、チーム内でどういったコミュニケーションを取って修正を図りましたか。相手の勢いが出てきたところでしっかり自分たちのブロックの位置取りを確認して、しっかり1本で切っていこうっていう全員で確認していくところをやっていきました。第3セットも、ね、相手に粘られましたけれども、しっかり取ることができて、昨日今日と練習できて一つほっとしたところもあったんじゃないですかね。はい、全員がすごい上げたところを全員で最後決めきるところまでできたのはすごい良かったかなと思います。さあシーズン終盤まだ試合続きますけれども、この後の試合の意気込みを最後にお願いいたします。はい、もう全部勝っていかないとファイナルには進めないので、しっかり全員で勝ちにこだわって頑張っていきます。この試合の VOM デンソーエアリービーズ24番兵藤由紀選手にお話を伺いました。ありがとうございました。